国を背負って戦うのは誰国別対抗戦の出場選手発表会見をテレ朝 c h にが緊急生放送ご視聴ありがとうございます早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます テレビ朝日は国別対抗戦4月11から14日マリンメッセ福岡に出場する日本代表選手発表記者会見を25日の午後1時から CS テレ朝チャンネルにで緊急生中継すると22日発表した前回は羽生、宇野らの活躍で日本が3大会ぶりに優勝 テレビ朝日は国別対抗戦4月11から14日マリンメッセ福岡に出場する日本代表選手発表記者会見を25日の午後1時から CS テレ朝チャンネルにで緊急生中継すると22日発表した2009年から始まった最も強い国を決める団体戦。 2018から19シーズンのグランプリシリーズファイナル世界選手権などで得られるポイント上位6カ国のみが出場できるまさに世界トップ6によるフィギュア世界最強国を決める戦い日本は前回大会羽生結弦 ANA 宇野昌磨トヨタ自動車らの活躍で3大会ぶりに優勝今大会では連覇に挑む男子シングル2名女子シングル2名 ペア1組、アイスダンス1組の K8 選手は現在開催中の世界選手権の結果を受けて決定する。羽生ズルのスピンはミュージアムに保管すべき、米記者は大絶賛、PCS はチェンコへ、フィギュアスケートの世界選手権は21日、男子ショートプログラム、SP が行われ、五輪連覇の羽生ズル・アナは冒頭のジャンプで失敗し、自己ベストに及ばない94.87点で3位。 連覇を狙う首位のネイサン・チェン、米国とは12.53点差、23日のフリーで奇跡の大逆転を狙う、美しいスピンを米記者は絶賛、フィギュアスケートの世界選手権は21日、男子ショートプログラム、SP が行われ、五輪連覇の羽生結弦、アナは冒頭のジャンプで失敗し、自己ベストに及ばない94.87点で3位。 連覇を狙う首位のネイサン・チェン、米国とは12.53点差、23日のフリーで奇跡の大逆転を狙う、グランプリ、GP、シリーズのロシア杯フリー以来、124日ぶりの実戦、秋に寄せて二の瀬、魂を込めて滑った、冒頭の4回転サルコーは抜けてしまい0点に、続くトリプルアクセルは見事に決めた。 後半の4回転トーループ、3回転トーループも美しく着氷、鮮やかなスピン、ステップでもすべてレベル4を獲得した、スタンドの監修だけではない、海外記者も美しいスピンに魅了されていた、米紙 USATODAY のマギー・ヘンドリックス記者は、自身のツイッターで、譲る羽生のスピンはミュージアムに保管されるべき。 そうすれば未来の世代は完璧とはどのようなものか分かるだろうと大絶賛している演技構成点 PCS の46.71点はチェーンを抑えてトップだ2017年の世界選手権でも SP でミスが出て10.66点差の5位発進だったがフリーでは圧巻のノーミス演技で逆転 V 当時よりも点差は大きいが羽生なら奇跡の再現に期待をかけたくなる 譲る94.87点で3位、発進首位チェントは12点差、フリーで2017年の大逆転 V 再現へ、フィギュアスケートの世界選手権は21日、男子ショートプログラム SP が行われ、五輪連覇の羽生結弦アナは冒頭のジャンプで失敗し、自己ベストに及ばない94.87点で3位。 昨年11月のグランプリ GP シリーズロシアハイフリー以来124日ぶりの公式戦で大歓声を浴びた宇野昌磨トヨタ自動車は91.40点だったフリーは23日に行われる世界選手権男子 SP ハブは冒頭ジャンプ失敗が響く フィギュアスケートの世界選手権は21日、男子ショートプログラム、SP が行われ、五輪連覇の羽生譲るアナは冒頭のジャンプで失敗し、自己ベストに及ばない94.87点で3位。昨年11月のグランプリ、GP シリーズロシアハイフリー以来124日ぶりの公式戦で大歓声を浴びた。連覇を狙うネイサン・チェン、米国が107.40点で首位に立った。 ジェイソン・ブラウン、米国が96.81点で2位、宇野昌磨、トヨタ自動車は91.40点で6位、フリーは23日に行われる、逆境を乗り越えた王者がリンクに帰還した、秋に寄せてに乗せて、魂を込めて滑った、冒頭の4回転サルコーは抜けてしまい0.2、続くトリプルアクセルは見事に決めた。 後半の4回転トーループ、3回転トーループも美しく降りた、鮮やかなスピン、ステップで観衆を魅了した、66年ぶりに五輪連覇を成し遂げた絶対王者、今期もグランプリ GP シリーズフィンランド杯で297.12点の今期世界最高得点をマークして優勝。 続くロシア杯でもショートプログラム SP で自身がフィンランド杯で記録した得点を超える110.5を3点で首位発進を決めるもフリーの前の練習で右足首を負傷フリーでは幹部に負担をかけない演技構成に急遽変更し見事に GP シリーズ連勝を飾っていたしかしその後は12月の GP ファイナル全日本選手権を欠場今大会が約4ヶ月ぶりの復帰戦だった 2017年の世界選手権でも SP でミスが出て10.66点差の5位発進だったが、フリーで、は圧巻のノーミス演技で逆転部位。再現に期待がかかる。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。